フライドポテトがスナックになった。よし。歯ごたえ。よし。味わい。よし。カルビーポテトフライ新発売。食べるよし。ダンダンダンハッピーデイ。ダンダンダンハッピーデイ。街角レストランの味がするボンカレービーフ、美味しい香りで新発売。ウェイビーヘアのために今リーゼウェイビーヘアフォーム、ふわっとなびかせるために面タッチから点タッチ、髪が束になりません。リーゼウェイビーヘアフォーム新発売。大きくなっても綺麗でいたい。大きくなっても綺麗でいたい。はい、マクセルは立体画質、大画面でも美しい乳5層構造の新しいハイグレード。マクセル。クエクエクエショコボール。ショコボール。クエクエクエショコボール。国民的人気者森永ショコボール。君はカレーライスをレンジグルメする。ビーフ&マッシュルーム、レンジでカレーライス。ハウスレンジグルメ、カレーのハウスから。コーナーミズようこそ。君は音楽のある星に生まれたんだよ。ソニーハイポジション UX、 ソニーオーディオカセット。ソニーカセット。スプラッ。ゆっくりと輝きたいね。澄み切ってときめいて。スプライト。ラクラクパックで引っ越しラクラク。奥様の立場になって。荷造り、お掃除、不用品も引き取ります。引っ越しラクラクパック、黒猫ヤマト。サマーフィーリングセンディーレメスカフェ。あー、ホットに入れる夏ですね。アイスレスカフェエクスラー。あんな時、こんな時、忙しいからな。だから助かってます。アット片付けでつけておくだけの食器洗い。つけておくだけで洗えてる。アット片付け。キリンドライがお送りする NBS プロ野球速報。阪神は和田のタイムリーで挙げた貴重な1点をキーオ中西のリレーで守りきりました。キーオは巨人戦これで5勝目です。現在9回で広島が5点をリード。広島は抑えの切り札津田が投げています。中日は5回ゲイリーのタイムリーツーベースと、ツーベースを口火に一挙5点、大量10点を奪ってこのカード6連勝です。続いてパリーグです。注目の西武近鉄戦、両者譲らぬ好ゲームは現在4対4の同点。西武が工藤、近鉄は吉井がマウンドに立っています。日本ハム西崎は無四球完投で11勝目、ハーラーダービー単独トップに立ちました。両チーム合わせて10人の投手を繰り出したこのゲーム、ロッテが13対6で打ち勝ち、4位に浮上しました。キリンドライがお送りしました。ドライなだけのドライではない、うまさの辛口。キリンドライ本格派、キリンドライ、ギフトもどうぞ。リオ誘惑の蜃気楼、リオ突然燃える恋。海の見えるおしゃれなプール、三崎公園プールランドリオ。何よりもリオが面白い。肉体疲労時の栄養補給にリポビタン D、 ワシのマークの大正製薬の製品です。熱いね君の言葉、熱いね元気はつらつオロナミン C。 When I'm tired and all alone
ポカリスエットがうまいのは細胞を潤すからだ。イオンサプライポカリスエット。夢と冒険のスペクタクル、夜空に浮かぶ夏物語。この夏新マシン登場、遊びの最前線、近鉄生駒三条遊園地。繊維を出せ。飲む繊維、山田かつてないうまさ、ファイバードリンク5ミニ。飲み比べてください。切れ味極めたビールです。紅白砲、辛口、生。サントリードライ。サントリードライ、新発売。出来事は突然、出会いは偶然、どんなチャンスも逃さず私は撮りたい。一瞬をドキュメント、イオスなら見えないものまで見えてくる。快速快適オートフォーカス、キャノンイオス。パイな気分食べたでしょ。パイな気分でパララパパイ、パララパパイ。気分は隠せない。一口パイ森永パイな気分。新鮮な空気と美味しいチョコがブレンドされると、ふんわりシュワーなスプーな気分になりました。エアインチョコ森永スプーナ新発売。今ポテトは L。 マクドナルド。やる気だね。やる気が好きです。盲導学園。いくつになっても明るい色楽しみたい。エリクシールの新しい口紅、フィッティングファクター配合、薄くついて唇のくすみを明るくカバー。資生堂エリクシールのリップスティック、新発売。アッパルパッション、ジョネツ60。ゼラパッション新発売。ルマン J3 区も同時発売。ダンロップ。ダニオ覚悟。お掃除センサーでゴミたまれどパワーは落ちず、ダニノックアウト。ダニオ覚悟。ご主人には優しく。ナショナル掃除機キャニスター。ドレミ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 。やんちゃなお尻に強い味方。確かな想いが道しるべ。 Let's try。 大地から生まれた技術の恵み、ダイヤルとボタン操作で油圧の働きをマイコンがコントロール。このメカが作業性能を極限まで引き出す。手応え十分。ランドリーダー二席トラクター。ランドリーダー。ジョージ、うまい繊維を見つけたぜ。こいつを試してみろよ。おい、ジョージ聞いてるのかい。山田かつてない繊維飲料、透き通るファイブミニ登場。いいよ。
我が一族の美しき方々、この部屋でこのテーブルで何杯のトワイニングを飲んだのでしょう。このひとときを守るために男たちは戦ったのでしょうか。我が家の頼もしき跡取りです。時を超えて香るトワイニング。